らしいな。どうすかでも会ってみる。いやなんか福岡公演の時なんか旅行って思ってたより全然思わなかった。おい、聞かんな。おい、聞かんな、これだ。おい、これだ。おい、これだ。はい、ということで、あの2人到着したんで、江口さんも用意してちょっとアップしていきましたよ。マジで、うん、ことはテレビに怒ってるの、うん、もしかしたらこっちにやられるの焦ってる、気をつけらしいな。どうすかでも会ってみる。いや、なんか福岡公演の時なんか旅行って思ってたり全然思わなかった。よし、じゃあ言います、2分で行きます。を持ってひねりを交互にやっていきます。それだけで大体できます。大体できますができます。真ん中を持ってひねって真ん中を反対方向にひねって真ん中のやつを反対方向に持ってくる、ひねって真ん中の方に持ってくるをこう切り替えながら、こっちの手をこう切り替えながらやっていくと、そこそこのスピードで編んでいけると思います。これで三つ編みは完成します。はい、よかったらね試してみてください。子供とかいる方は、女の子だったら三つ編み1回はさせられると思うんで、多分。いや、私は小学校の時に学校で学びました。三つ編み早いな、スバル。早送りしてへんねん。そうやね、早いねんな、多分。あのさ、受験期とかにさ、暇すぎてさ、こんぐらい細いやつ取ってさ、こう、分け、これね、ゆりまだできるんかわからんねんけどさ、ちょっと一回試しにやってみていい？ちょっと、この辺がいいな。これでいいよ。黒分かりやすいし。こんぐらいの細さのやつを取ってな。
これをな、こうやってやんねんか。で、こんぐらいの細さにしてさ、どれや、わからんくなった、これか。で、こんな感じで一生やるわけ。で、この細さやからめちゃめちゃ数知らなあかんから、わかる？え、わかる？わからんよな。男の人は絶対わからん。女の子は絶対一回やったことあると思うねん。こんぐらいの細さにして、ほら、わかる？めっちゃ細かい三つ編みできんねん。で、絡まるから一回こうとかして、またこう。ってやつを、だいたい割と早めにやっていくと、なんか、全部の髪の毛ワンチャンできるんじゃないかなって昔思ったことあって、一回やったこと、やろうとしたことあるんやけど、全部失敗したんやけど、結局は。エクステはね、引っ張っても、ある程度の強さで引っ張ってもね、取れないです。で、一回ちょっと緩めると自分がどこを持ってたかわかるんで、うわ、見えね。こうか。おっと。こうやな、こうやな、こうやな。ってやっていくと三つ編みはできます。いや、なんか、うん。これはあの時代の賜物、このスピード感は。あの暇な時代があったからこうなる。引きちぎろうとする、そうやね、確かに。ハートミーありがとう、バラ一本ありがとう、一目惚れないギフ、電球ありがとう、ハートミーありがとう、ナイスハートミーありがとう、マジかわ、よりうと。あ、ナイス1000入ってる宝箱2個目バラいっぱいありがとう、一目惚れありがとう、可愛すぎる、ありがとう。はい、こんな感じでこの辺から目で見えてくるんですけど、はい、こんぐらいの細さが、あ、なでなでありがとう、待って、1000入ってるポッ、あのあれ3つ目だ、なでなでありがとう、なでにょん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 、ありがとう。でもね、今日も後でね、バトルできたらバトルしたいなと思ってるんで、よかったら遊んできの協力皆さんお願いします。可愛すぎる、ありがとう。ちょっとおめめが乾燥してるわ。そうなの、めちゃめちゃ可愛すぎ、ありがとう。おっと、崩れた、まあいっか。ほら見て、バリ細い三つ編みができるの見える、これ、こんな感じ。でん。は、できるの。これが、あれ。あ、ありがとう、マル。めっちゃ綺麗でしょ？ねえ、三つ編み得意なの。だからみんなおすすめ。そのうちどれって、これを、暇な時に一生続けてたんさ。で、これほどくの大変やねん。これでね、こうやってね、爪でカーって一回なんか潰す感じで取るんやけど、後半絶対に絡まるからマジでおすすめしやん。引きちぎんねんけど、結局は。ジョリーのどこが好き？別にジョリーくんのこと好きではないよ。そう、エクステダンをいつ見ても可愛いですね、ありがとう。ちょっと今高速でやる三つ編み方法みたいなわけわかんねえ講座開いてた、はい、清水の握手会やらないの？え、私と握手はしたい、逆に。そこまでしてさ、お金を払ってまで清水とさ、別に握手はしたくなくない？ヘアオイルは使ってます。清水かわいい、ありがとう。毛先だけゴフゴフになるから、これでね、串で溶けるんです。一生フィンガーハートありがとう。清水ちゃんとても可愛い、ありがとう。毛は見た、見てない、好きです、毛はます、ありがとう。はい、髪、次髪色は考えてないです。シルバーもう一回戻すかな。5万払ってでも握手したい。じゃあ5万で一人の客取りに行った方が賢くない？清水お疲れ、お疲れ。後ろに誰かいる？いないんや、壁だから。もし握手したら手洗いたくない、やばい。それは嬉しすぎるお誘いだ。あ、タツトだ、いらっしゃい。あんこって名前ダサくない？え、名前変えよう、あずきに。あずきの方がかっこいいよ。ほら、ありがとう。だいたい意味一緒だから、それにしよう。
あ、ナオキフォローありがとう、ナイスフォロー、 Thank you、 ありがとう。おっと、宝箱が空じゃねえか、くそ、遅くなってすみません、お疲れ様です、ありがとうございます。あずきにしようぜ、フォローありがとう、ナイスフォロー、 Thank you、 ありがとう。ハッテニャン、本物、このハッテニャン、はじめまして、て、OK、 見たよ、オンライン。あ、ミゲタン、ユリミゲタンをコラボ配信に招待しなきゃと思ってたんですよ、よかった。なーぜなーぜ、ありがとう、フォローします、ナイス、ありがとう。ミゲタン早い早い、ミゲタン